こんにちは。10分でわかる情報科学案内人の井上みのりです。大学院で情報科学の勉強をしています。同じく案内人の大倉勤です。 Google で検索エンジンをより便利にする仕事をしています。じゃあみのりさん、今日のテーマは何でしょう？今回は検索エンジンの仕組みについてお話ししようと思います。なんと検索エンジンの仕組みです。あ、でも書いてあるじゃないですか。そうですね。例えばブラウザを開いて、この検索バーにキーワードを入力すると、このように結果が出てきます。これを動かしている仕組みが検索エンジンです。ちなみに最近では検索結果としてページの一覧が出る以外にも、天気を聞かれた時に天気を表示したり、空が青い理由といった質問に対して答えを含む部分を探してくるといったような、単純にキーワードを含むページを探してくる以上のこともできるようになっています。そうなんですね。すごいですね。すごいですね。では早速、みのり先生、はい、インターネットの仕組みからお願いします。はい。インターネットというのは世界中からアクセスできる大きな図書館のようなものです。本に当たるのはサイトと呼ばれていて、その実態はサーバーと呼ばれる機械です。あるウェブページが欲しいというお願いを受け取ると、そのページの内容を返すという作業をします。サーバーは皆さんが持っているパソコンと似ているコンピューターです。またお願いのことをリクエストと言います。ブラウザを使うときに、このようなスラッシュや英数字を見たことがあるかもしれません。この文字の羅列っていうのが、実はサーバーに送るためのリクエストの一部です。リクエストを送るサーバーや、欲しいウェブページを指定していて、URL と呼ばれています。URL ですね。はい。インターネットで見られる内容は皆さんのコンピューターにあるわけではなく、インターネットを通じて世界のどこかから取ってきたものっていうことですね。そうです。検索エンジンの話に行きましょうか。はい。検索エンジンは主に3つの部分から成り立っています。1つ目はインターネット上にあるできるだけ多くの情報を収集するクローリング。クローリング。2つ目は収集した情報を後から検索しやすいように索引をつけておくインデックスイング。インデックスイング。3つ目はその中からユーザーが最も満足する可能性が高い情報を選ぶランキングです。ランキング。まずクローリングについて説明します。はい。クロールとは英語で How という意味で、インターネット上にあるたくさんのいろいろなウェブサイトを訪れて、検索エンジンで使うためのウェブページを集めることを言います。基本的には皆さんがインターネットを使っていろんなウェブサイトを訪れるのと同じような仕組みで動いています。つまりあるウェブサイトにアクセスし、そのページにあるリンクをたどって別のページにアクセスしていきます。そしてアクセスしたウェブページの中身を解析して、そのページに書かれているリンクを抽出します。この作業を高速に繰り返して、インターネット上にある無数のウェブページの内容を把握していきます。ここでちょっと質問です。世界中にいくつのウェブページがあるかご存知ですか？実は検索エンジンを作っている私たちも知りません。と思うかもしれないんですが、知らないんです。これはなぜかと言いますと、クローリングが追いついてないからです。新しいページをクロールすると、そのページの中には別のページへのリンクが貼られています。そのリンクのうちの多くはすでに知っているものなんですけれども、新しい見たことのないページへのリンクもあります。現状では新しいページを1ページクロールするごとに平均1個以上の新しいページが見つかる状況です。世界中には最低でも数百兆のウェブページがあるということは分かっているんですけれども、それ以上の一体何ページあるのかというのは実は誰も知らないんです。じゃあ次、インデクシングお願いします。はい。次にインデックシングについて説明します。検索エンジンにおいて、例えば東京グルメと検索したときに、少なくとも東京とグルメといった単語や似た単語である食べ物だったりランチという言葉が入ったウェブサイトを結果として返すのが良さそうです。このように検索エンジンでは単語を手がかりとしてウェブページを探さなければいけません。見出し語がどのウェブページのどこに出現するかという情報をインデックス、この情報を作ることをインデックシングと呼びます。本にも目当ての言葉がどのページにあるか探せるように索引がついてますよね。ちなみにこのインデックス、いろいろ工夫があります。
新しいページができたり、ページの内容を変えたりした後、できるだけ早く検索結果に反映されると嬉しいですよね。でも対象とするページが多いとインデックスを作るのにはとても時間がかかります。そこでちょっとした工夫をしています。ページが更新される頻度や重要さに応じてページをいくつかのグループに分けています。頻繁に更新されるページは頻繁にクロールして頻繁にインデックスを作り直します。逆にほとんど更新されないページはインデックスを1回作った後しばらくそのまま使い続けることができます。このような工夫により、早い場合には新しいページができてから1分以内に検索結果に表示されることもあります。最後にランキングの話をします。東京グルメと検索した時にきっと2つの単語を含んでいるウェブページはたくさんあります。このウェブページの中で東京グルメという検索はキーワードにとって一番大切なページはどのように決めることができるでしょうか。難しい問題ですね。まず初めに思いつくのは、1回だけそのキーワードが出てくるページよりも複数回出てくるページの方が役に立ちそうですよね。そうですね。他にもページの最後にちょっとだけ出てくるよりもタイトルに出てきた方が関連しそうですよね。そうですね。これらは確かに役に立ちます。でもどちらもページを作る本人が自由にかけてしまう部分なので、いたずらをしようと思えば簡単にできてしまいます。確かに。実際昔の検索エンジンは何度も同じ単語を繰り返したようなページを上位に表示してしまうこともよくありました。そこでページを書いた本人以外の人からの評価をランキングに使う方法が考え出されました。みんなから評価されているページからリンクされているページは役に立つページである可能性が高い。役に立つページからリンクされているページは役に立つ可能性が高い。このようにページ間のリンク構造を使ってページの評価をする方法は今も検索エンジンで使われていて、ページランクと呼ばれています。ページランク。ちなみに研究者の間でより重要な論文を探すのにも似たような方法が使われています。あ、そうなんですね。他の人の研究に影響を与えた研究はより良い研究、重要な研究につながっているような研究は重要な研究という感じですね。先ほどのクローリングとインデクシングは事前にやっておくことができますが、ランキングはユーザーさんからリクエストが来てからやる必要があります。検索のボックスにキーワードが入力されてから検索結果が表示されるまでに世界中のページからランキングを計算しているわけですが、それにしては随分早いと思いませんか？早いですよね。実は一瞬で検索結果を返せるようにこの裏側にはとてもたくさんの工夫をしています。まず一人のリクエストに対して何千台ものコンピューターが手分けをしてページを探します。多くの検索サービスでは世の中のページを何千台ものコンピューターに分けて保管しておいて、それぞれのコンピューターがキーワードが来た時に自分が管理するページの中でキーワードが含まれるページを見つけ出し、その中でのランキングを作ります。そのランキングの上の方だけをまとめ役のコンピューターに送り返して、そのまとめ役のコンピューターが最終的な順位を決めてユーザーさんの元に返します。何千台ものコンピューターを使って高速に順位付けをできるようにしていますが、それでもまだ処理できるページには限界があります。このためにさらに効率化のための工夫をしています。例えばですね、事前にページの重要度を計算してページを重要度順に並べておきます。これによってたくさんのページに含まれるようなキーワードが検索された時にはその上から順番に探しに行って十分な数を候補が見つかったらそこで諦めるということができます。情報科学ではこういう時にサボるという言葉を使うのですが、とてもポジティブな意味で使います。そうなんですね。サボるのはいいことなんです。知らなかったです。影響が少ない形でサボる方法を見つけるということはとても大切で、いいアイデアで上手にサボることができるようになるとそれが大きな改善につながります。ここまで検索エンジンの仕組みをざっと説明しましたが、今検索エンジンに携わっているエンジニアはどのような仕事をしているのでしょうか。はい、これは私がお答えします。私たちの仕事はまずどういった時にユーザーさんが求めているものを返せていないか、もしくはユーザーさんが調べたいことがあるのに検索エンジンを使ってくれていないかというのを考えるところから始まります。こういう時にうまくいかないというのが分かったら
どういう仕組みを作ればうまく答えを返せるかというのを考えます。世界中の誰も考えたことないような問題の答えを見つけなければいけないので、正直簡単な仕事ではありません。最新の研究成果を追い続けたり、世界中の人と議論をしたり、自分たちでもたくさんの実験をしなければいけません。大変ですけれども、思いついたアイデアがいい結果につながった時、そして実際に使ってくれたユーザーの皆さんの感想を聞いた時などはとても嬉しいです。みおりさんは検索のチームで3ヶ月インターンをしてくれていましたよね。はい。どうでしたか？そうですね、実験がたくさんあるのは間違いないですね。検索チームでの実験というと、例えば検索結果や関連するデータを見て、実際にプログラミングをしてデータを扱うアルゴリズムを作っています。自分がデータを分析することによって埋もれていた情報が世界中に伝えられるようになったりするわけですが、大きなインパクトにつながることが多く、とてもやりがいがあったのを覚えてます。よかったです。検索エンジンは世界中の皆さんに便利に使ってもらえるようにするために、工夫に工夫を重ねて作られています。今日ご紹介したのはほんの一部だけなんですけれども、本当はもっともっと紹介しきれないほどたくさんの工夫があります。こういった工夫をインターネット上で紹介しているページなどもあるので、興味がある方はぜひいろいろ検索してみてほしいですし、こういうアイデアを出して世界中の人の生活を便利にしたい、そんな人はぜひ情報科学の道に進んでみませんか？それでは検索エンジンの仕組みの回を終わります。ではまた。